はい、皆様ご機嫌いかがでしょうか。マウスバートです。今週も英文法無料放送の時間がやってまいりました。今週も皆さんと一緒に英文法力アップのために頑張っていきましょう。はい、それでは、前回の宿題クイズの回答解説に参ります。はい、ずっと比較の勉強をしていて、今は最上級の勉強中でした。はい、問題は、中本は我々のクラスでも最も速く走るという英文を作ってくださいという問題でした。答えはもう書いてしまいました。中本 runs the fastest in our class。 こうなるんですね。最上級は the をつけて est もしくはまあ most ですけど、短い場合は est で in か of でしたね。 in our class は前回やりました。なので in our class とこうなるんですね。これで出来上がりです。こう書いてくれた方は、はい、大正解です。変える必要はございません。大正解なんですね。はい、ここまでですか。なんですが、ちょっと実は、ちょっと実は付け足しがあるんですね。何かっていうと、ザいらないんですよ。取っちゃっていいんです。いや、あってもいいんですけど、取っちゃっていいんです。なんで取れるかっていうとですね、ファーストっていうのが、実は副詞なんですね。早く走るわけですよ。わかりますか？早く走るみたいな、こんな感じですね。副詞なんです。辞書引けば、ファースト、副詞って書いてありますから。いいですか。早く走る、どうしてみたいなのがかかるような、こんなね、副詞の場合は、ザは取れるんです。取っちゃっていいんです。最上級であってもですね、必ずしもザが必要かというと、そんなことはないですね。ない場合もありますよというのも、以上、習うということですね。したがって、中本ランズ、ファーストテスト、インアウグラスというふうに書いてくださった方、これはこれで正解ということになります。よろしいでしょうか。ちょっとね、副詞ってね、あんま出てこないんですよ。大体形容詞ですね。なぜか、比較形最上級とかでやるときは形容詞ばっかりなんですけども、副詞が出てきたときは実はこうなると。ややこしいんですけどね。はい。もう分かんなかったら辞書引きゃいいんですよ。副詞って書いてありますから、ファースト。そしたら、あ、ザいらねえんだなっていうことだけです。はい。それだけです。はい。以上です。はい。よろしいでしょうか。はい。それでは本日の講義の方に入りましょう。場面ご覧ください。まあ、後半までの宿題クイズも兼ねていますが、今からやるのは、形容詞もしくは副詞の、不規則変化というのを、お伝えしたいと、それを問題に出したいというものです。はい。ですね、今までやった通り、ER や EST がつくタイプのやつは、まあ、こんな風にストロング、ストロンガー、ストロンゲスト、こんな風に比較級は ER がついて、最上級は EST がつくんだよというのをお伝えしました。はい。実は形容詞や副詞の中にはですね、このように ER や EST をつけるのではなくて、全く違う形で、違う形の比較級、最上級になるものがあるんですね。例を挙げると、Good ですね。これは比較的皆さん覚えてるんですね。Good の比較級は Better なんですね。で、Good の最上級は Best という言葉なんですね。Good、Better、Best という活用になるんです。ところがですね、こんな風に不規則に変化するものはこれだけじゃないですね。たくさんあるんですね。はい。というもののお勉強なんですね。一個ずつ見ていきましょう。問題になっているのは、ですね、まずここですね。ベターベストと活用するものは実はグッドだけじゃないんです。なんか別の単語も実はベターベストと活用するんですが、っていうのがない。ベターベストですね。はい、すみません。グッドベターベストというふうに活用するんですね。それは一体何でしょうか。ここの空欄を埋めなさい。というものですね。はい、いいですか。次です。バッドという悪いという意味の形容詞なんですけど、これも、比較級と最上級は、ER や EST がつかないんですね。別の単語になります。はい。よろしいでしょうか。それの活用形を答えてください。で、実は、ベターな、ね、こうなんか別のなんか単語が、ね、もう一つ種類があるように、実は、ベタベタ同じでしょ。こうやっぱりね、ベターベスト、ベターベストみたいになるように、なんとかなんとか、なんとかなんとか、なんとかなんとかって、これ全く同じでしょ、これ。同じでしょ。みんな同じ活用する別の単語があと2つあるんですよ。わかりますか。なんとかっていう単語は、グッドと同じようにベターベストと活用するように、なんとかっていう単語は、このバッドと同じ活用になるんですね。比較級と最上級同じなんですよ。はい。あと2つあるんです。はい。その2つは何でしょうかという問題です。紛らわしいのはちょっとお聞きしますけど。はい。別に同じ、全く、要するに、まあ、こことこことここの答えは同じ。こことこことここの答えは同じ。でも、こことここは違うということです。はい。それは一体何でしょうかという問題です。はい。
入れてくださいというものですね。はい、ここまでいいですか。あとですね、メニーとマッチとリトルの活用もやりたいですね。メニーは、数えられる、名詞につく、多いという多くのとか、たくさんのとか、そういう意味の、形容詞ですね。はい。ですね。で、こっちは数えられない量が多い、多くないというやつですね。これの、比較級と最上級もやっぱり、ER や EST じゃないですね。違う単語になります。はい、それぞれを入れなさい。もう一応。フィューは数が少しのって意味ですけども、これはフィューはフィューエストで、これは、はい、ちゃんと基礎原価なんですが、リトルは違うんですよ。リトルは違うんで、リトルの比較級と最上級、これを書いてください。はい。以上ですね。ここの、この棒線引っ張った、ところ、全部、作ってくださいという問題ですね。なんでこんな線入っているか。はい、こうなりますね。はい、ということです。はい、今からメッセンジャーやってる方は、この線があるところ全部埋めなさいですね。原級、比較級、最上級、なるように前ぐらいに入れなさい。はい、それ以外の方もちゃんと自分で、もういいですよ。いろいろ調べて構わないんで、調べて自分でちゃんとお答えを作って、それから、合ってるかどうか後で、ビデオで確認をしてください。